2018年3月の2日19時24分です。よろしくお願いします。おー、椎名さんはどつ？いらっしゃい。初見さんいらっしゃい、ゆうりさん。よろしく。ヤドラッキーワードツー。はい、アンコロいらっしゃい、こんばんは。枠いや全然お疲れ お疲れ。ちょっと今日あれだな、疲れたな。今日何時頃起きたんだっけな。2時ぐらいだっけ。もう夜の7時半か。何曜日だ、今日。金曜日。普段そうだね、まったりだね、俺は。まったりだよ。パーっと。まあ、日によって変わるか。あ、今日金曜か。明日は休みか、みんな。もう、普段こんな感じ。ボケーっとしてる。こんな感じだよね。
ワドさん配信漬けだよね。まあまあ仕事だから毎日やるのは日課っていうかね、仕事っていう言い方も変かもしんないけど、ライフワークっていうの。ねえ、好きなのよ、配信が。配信が好きなの。配信しない日は、だから風邪で倒れたりとかだけど、あったかな？先月はゼロ。先月は休みの日はない。で、5年間配信やってるんだよ。もう配信始めたから5年間なんだけど、マックス連続で休んだのが2日かな？休みっつうか、普通の仕事とは感覚がまた別だよ。ちょっと普通の仕事感とはまた別じゃない？遊んでるだけだかんな。ただ単に普通に遊んでる感じ。遊びで稼ぎてえなと思ってさ。で、まあ本気で考えたのよ。お金稼ぐってなんだろうとかさ。やっぱり遊んで人生無駄にしたくないなって考えたから。楽しいことだけやって生きてたいなって。で、ふと考えたの。自分で実験しようと思って、遊んで金稼いでる人って世の中にいるから、俺もできるかなって。で、本気で遊ん、大人が本気で遊んだら絶対仕事になるなって思ったから、じゃあやってみようかなって。俺ができるかどうかは分かんないけど。だから、まあやってみたら、まあなんとかなったみたいな。おお、たくみさんはどっち？まあ疲れるよ、実際。生活保護受けてたのは本当だけど、今は生活保護じゃないよ。毎日話題があるのがすごい。おお、まあまあ、それはまあ仕事だからね。話題があるないとかじゃなくて、ほら、質問が来るじゃん。いや、あのね、チャンさんいらっしゃい。あのね、誰かを変えることなんかできないんだよ。あのね、誰かに言ったところで変えることなんかできないの。与えることができるのは影響だけなんだよ。影響力を持ってる人間っていうのは影響を与えることはできるの。だけど、その人が変わりたいのか変わりたくないのかなのね。だから本人が変わるっていう意識がなかったら変わらないよ。で、人生って思った通りになるから、その人の人柄で。だからね、未来を変えたきゃ自分を変えないとダメなんだよ。トーク力ね、喋るのはでも子供の頃から好きだったからね。普段は無口だよ、全く喋んない。のんちゃんとも「おいしいね」って、「ご飯おいしいね」って、「ありがとね」とか、そんな感じだよ。普段ベラ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 喋ってるタイプじゃないから。ただ飲みの席とか喋る時っていうのは喋るスイッチを押すけどね。そう、人を変えることはできない。自分を変えることはできる。だって石野がどういう風になりたいかとか、石野が決めることだから。いや、本人がアドバイスくれって言ったらまた別だけど。あ、石野知らないんだ、アンコロさん。俺の友人ね。友人の配信者がいるの。いや、頭でっかちとかそういう問題じゃないよ。本人がやりたいようにやるべきなんだよ。本人の人生なんだから。フォローありがとう、ゆうりさん。なるようになるって。世の中の人を見てごらんよ、みんななるようになってるじゃん。 はい、ワトツ。 そうだね。昔ここに住んでた配信者がいるの。1ヶ月間ぐらい男の子が住んでて、
で、その後半年間ぐらいそこでホームレスやってさ。だから昔から知ってる人はさ、石野って言ったらもう誰だかわかんない。最近の人はわかんないよね。まあ仲間よ、配信仲間よ、簡単に言ったら。しかしこれ本当にいいグローブだよな。でもあれだよ、誰しもがやりたいことやってうまくいくなんて思ってないよ。まあ、YouTube のね、トップページに石野と対談っていうのが出てるから、それ見たらどんな人間かわかるよ。YouTube で俺が居酒屋で石野と食べてる、飯食ってるから。あ、行動力は財産どころか、行動力は人間の根源だと思ってるね。行動しない人間はダメだよ。これいいよね。グローブね、いいよね。クソ面白かった？人斬り抜刀斎いらっしゃい。猫さんこんばんは。これかっこいいよね。なんかね、タイ、作ってるのはタイなんだけど、もともとね、フランスの会社らしいね。フランスのデザインだから、センスがいいんだよね。あ、すごいかっこいいよ。作りはタイ、本場タイだから。作りもいいし、デザインもいいし、まあ、買ってよかったよね。ハートプレゼントありがとう。着替えたね。やっぱ黒じゃないと落ち着かないわ。あるのよ、落ち着くのと落ち着かないのが。おう、MC ワード2。アーミーワード2。バカありがとう、MC。柄ダメだね。捨てようかな。柄ダメだ。無地が一番いい。おう、アーミーハートありがとう。あれでも今日来たの3回目ぐらいだ。1回の洗濯で色物と混ぜてピンク色になっちゃった。まだ2回しか来てないけどね。もうダメだ、白がかっこよかったのにピンク色に染まっちゃったんだよ。柄はね、パンクっぽくて好きなんだけどね。ハートありがとう、斎藤はじめさん。いや、違うんだよ。沖縄で買ったね、柄物のパンツ買ったんだけど、なんか、ちゃんとしたやつじゃなくてエスニックファッションだったから、すぐ色がダメになって、ダメだった。俺可愛いよ。俺は可愛さでここまでやってきたから。あ、ステッカーね、ごめんごめん、俺から送るよ、 MC 後で。ごめんごめん。なんか、あの後ね、ドレさんと会ってたから、昨日ちょっと忙しくてバタバタしてたから。ドレさん大丈夫？ああ、いや、大丈夫だよ。ただ喉やられてるだけだからね、ドレさんは。まあまあ、楽しくやってるみたいよ。全然最近女にモテないってぼやいてたよ。ボクシングのトレーニングで、そうそう、ツイッターに動画あげたよ。ツイッター見てみてよ、後で MC。ツイッターに動画上がってるから。1分ぐらいね。まあまあ、練習というかね、ミット持ってもらって、この動きで合ってるっていうの、
で、ダメなところといいところを調整してもらって、まあ奥は深いんだよ格闘技って。本当にめっちゃくちゃ奥が深くて、なんだろう、パンチ1個でこんなに種類あるのかっていう。ただね、俺びっくりしたのがね、ドレさんね、去年よりドレさんがすげえ上手くなってるの。本当に54歳の動きじゃないよ、すごいよ。最近ほらドレさんやってないでしょ、呪縛で格闘技。とんでもなく上手くなってるね、すごいよな。いや、すごい上手くなってた。ボクシングのジム、もともとボクシングは得意だったんだけど、捨て頃の、ま、俺が出会った時は練習してなかったんだって。正直もう柔術とかの方メインでやってたから体ができてなかったらしいけど、捨て頃の後っていうのはずっとトレーニングやってて、全盛期の動きより速くなってるって言ってた。体重今90キロ超えてるって言ってたね。身長は180ぐらい、180の、まあ、90キロだから相当でかいよね。でかいよ、でっかいよ。でもでかさで言ったらロハコさんの方がタッパーはあるけどね。筋肉の量がすごいって言った方がいいかな。丸太だよ丸太、腕なんかこんな太さ、俺の3倍ぐらいあるんじゃないの。冗談じゃなくて3倍ぐらい腕太いよ。だって週6でトレーニング行ってんだよ。あ、いや、ね、格闘技って面白いかもしれないけど、絶対に3人とか2人じゃ勝てないよ。多分マイク・タイソンとか世界選手でも2対1だったら勝てない。これ喧嘩やったことある人ならわかるんだけど、2対1とかさ、よくヤンキーとかの伝説で、なんつうの、100人相手に勝ったとか10人相手にとかあるでしょ。あれ嘘だよ。喧嘩やったことある人ならわかるはず。どんなに強い人でも、世界チャンピオンでも2対1じゃ勝てません。え、ロハコさんでかいのって、俺生で見た時びっくりしたけど、MC 大体俺の身長わかるでしょ。これくらいでかいんだよ、ロハコさんって。小柄だと思ってるかもしれないけど、巨神兵って呼ばれてんだよ。これよく見たらわかるけど、ロハコさんの方が前に立ってるの。ロハコさんの方が前に立ってるから小さく見えるでしょ。足元見たら一歩前に出てるでしょ。で、体くねらせてこの大きさだから。めちゃくちゃでかいよ、ロハコさんは。俺子供みたいに見えるでしょ。あ、人数で言ったら1対1が基本だよ。だからヤンキーは言うわけよ。2対1は卑怯だってよく言うでしょ。めちゃくちゃでかいでしょ。うん。2対1で卑怯者とか1対1でやれよとかよく聞かない？あれは、要は正々堂々とやれっていうのはそういうことだよ。うん。絶対に勝てない。どうやったって勝てない。まあ3対1だったら 100% ないだろうね。2対1だったらワンチャンあるかもしんない。まあでもやり方はあるらしいよ。喧嘩強い人は。一人を徹底的にボッコボコにして、要は戦意喪失させるとかそういうのはあるらしい。ただやる気になった二人がさ、本気で殴ってきたら無理でしょ。だって一人が正面向いて一人が後ろからぶん殴ればいいの。でしょ。まあ先手打たないと無理だったり、一人をボッコボコにして、もう戦意喪失させるとか、うん、ぐっちゃぐちゃにして、瞬殺してとか、まあ、そういうのだったら万が一あるかもしれないけど、基本的に臨戦態勢が整ってる二人は無理だね。
あとね、格闘技と喧嘩は一緒なんだけど、根っこの部分は一緒なんだよ。要はシンプル。殴って倒す。こんなにシンプルなことないじゃん。殴って倒すんだよ。もうここは変わらないんだけど、なんつえばいいかな。その、殴って倒すには殴って倒すんだけど、奥が深すぎるの。その人を殴って倒すっていうのがもう進化しすぎてるんだよ。おー、ジョジャクちゃんいつもありがとう。風船ありがとう。殴って倒すんだけどね、なんて言えばいいんだろうな。あ、だからドレさんからとんでもない必殺技もらったよ。いや、これは使えるっていう。もともと喧嘩からドレさん教わったんだって。喧嘩、もう百戦錬磨の、なんか、アフリカ人。アフリカ人から教わった技なんだけど、これ、ワドを使えって言われたんだけど、これはね、こういう技。これ。クロスアームブロック。これをクロスアームブロックっていうのね。これ。殴るところないでしょ。うん、これ。いや、X、クロスアームブロックって技なんだけど、これで突っ込めって。もう最後の最後、もう要は相手がジャブ早い、届かない、どうしようもない、うん、これ喧嘩師の技なんて、こうやってやって突っ込むの。でも中に入ってももうとにかく振り回せっていう、これが最終的に教わった技。でもこれも技なんだよ。クモン流はまあまあ弱くはない、強い、運動神経もいい、身体能力もいい、センスもある。ただ練習してない、うん、はっきり言うけど、多分ボクシングルールだったら俺今だったら勝てる、うん、潜在的な能力だったら、はい、どうもどうも。潜在的な能力だったらピカイチですよ。身体能力も高い。ただね、多分ね、酒飲んでね、配信ばっかりやってるからね、練習してないよ。うん。多分ね、ボクシングルールだったら勝てるよ、俺。クモンに。今。あ、ツイッターのトレーニングいいねしてくれたの、ありがとう。なんでかっていうとね、ガードが低すぎるの。要はね、あいつ反射神経めちゃめちゃいいのよ。だけどね、ガードが低いから、好きだらけなんだよ、簡単に言ったら。テルが練習してるかどうかは分かんない。テルに聞いて。うん、知らない。テルと全然会ってないもん。テルはね、女の人にモテてるんだよ。女の人がガンガン貢いでる。そう。まあ、アンコロと同年代のさ、お姉さんたちがバンバン花火投げてるから。うん。可愛いんでしょ。練習避けられないっていうか、まあ別に生まれ持って最強だったら別に練習する必要なんかなくてさ。弱いから練習するんでしょ。強くなりたいから。まあ練習したら強くなるってもんでも俺はないと思ってるけど、別に練習しなくて勝てるんだったらそれでもいいんじゃんって思うよ。俺はただ普通に弱いから練習してるんだよ。でもまあだいぶ上手くなったよね。去年よりもだいぶ上手くなったと思うよ。基礎ぐらいだったらわかるもん。
うそうそう、みんなのてるくんだから。いいな、俺も囲われてえな。ヤンキー兄さんは足を骨折してたけど、確かもう大丈夫なはずだね。杖が外れたはずだけど。杖いらないって言われたぐらいじゃん。やっと普通に歩けるようになったんだ。ただ、ヤンキー兄さんは普通に強いらしいよ。ジャブがね、ダメなんだよ。違うの。ジャブがダメって怒られてたの、実は。ジャブダメなの。イソロクさんいらっしゃい。アドーさんも囲われてる。そうかな。俺は囲うなっつってんだけど、ジャブじゃなくてね、俺がね、異常に褒められたのは右アッパーだね。右アッパーは倒せるって言われた。右アッパーと右の、オーバーハンドブロー、あと左フック、左ボディかな、褒められたのは。左フックは倒せる。まあ左ボディもまあ練習必要かな。でもまあ悪くない。で、右アッパーと右のオーバーハンドブローはもう絶対当たったら倒れるって。右は16でも倒せるって、もうドルさんがお墨付きくれた。あ、本当に？ああ、なんかね、荒れてたみたいね。ありがとね。でも、なんか面白かったでしょ？ああいうのも、生活保護の番組も。囲いとファンは別だからね。そうそう、俺は、そう、キャーっていうよりも、普通に好きで見に来てくれてるお客さんが欲しいの。強くなったね。そうだね。俺もそう思う。正直言うとね、去年の俺だったら、今の俺、秒殺できる。それくらい強くなった。自分対自分だったら、ボッコボコにできるね。テレビみたいって言ってる人もいた。本当に。ありがとう。ジャブはね、良くないんですよ。あんまり、肩を入れるっていうのがあるんだけど、そうね、なんつうんだろうな、肩と腰が切れてないのね。手打ちになってるの。手で打ったらダメなの。これを、こう、腰を入れてね、打たないといけないんだよ。こう。これが連動できてない。だから体の使い方が下手。要はあれは、それっぽく見せてるけど、こんなの倒れねえよっていう。これダメ、あれはダメなジャブ。変な癖がついてて、軌道っつうかね、ちゃんとジャブは矯正しないとダメ。
ご飯今食べ終わったところだよ。ご飯今食べ終わったところ。のんちゃんがね、ニンニクの芽とニンニクと、シシトウとネギと豚肉を炒めた炒め物を作ってくれた。いや、作ってもらえるの羨ましいでしょ。いい彼女でしょ。次男に生まれたい。せっかく美人に生まれてもったいないよ、そんなこと言うの。これは女に生まれたかったけどね。あの頃は女性として得してると思うよ。彼女は部屋を荒らして帰る。 いいじゃない、彼女がいるっていうのが幸せじゃん。亭主関白、俺亭主関白じゃないよ。亭主関白、ああ、旦那さんがそういう人なんじゃないの。亭主関白なんじゃないの。いや、俺自分でご飯作るの好きだもん。 自分でご飯作るもん。彼女作ってくれるけど、昔はさ、ほら、旦那が働いて女性が家守るっていう文化だったけど、今そんなの個人個人でね、自由に選べる時代だからいいんだよ。で、家族は多い方がいいよね。家族はたくさんいた方がいいよ。いや、一生添い遂げるかどうかは結果論であってさ、わからないよ。のんちゃんに新しい好きな第二の和道さんができて、そっち側に行くかもしんないし。それはわかんないよ。
そういうもんだと思うよ、俺は。恋愛っつうのは。だからさ、何とも言えないもんじゃん。何とも。でもまあ、今一緒に幸せにいたらそれでいいさ、俺は。二人が別れるイメージ湧かない？あ、そう、うん、まあまあ好きだからね。仲いいよ、すごく仲いいよ。ちゃん可愛いのよ、新竹林だからすげえ小柄だからさ、部屋の中でちょろちょろ動いてると可愛いの、見てて癒されるんだよ。小さい女、背の低い女の人好きなの、うん、可愛くない？なんか小動物みたいで。のんちゃんでも痩せてきたな最近。あんまりご飯、ダイエット頑張ってるから、スタイルまた良くなってきた。ありがとう、風船ありがとう。そんちゃんは気合も入ってるよあ、そうなんだ、アンコールも身長153センチなんだ。一緒一緒、アンコールと同じ身長だよ。小さい人好きなの、うん、小さいとちょこ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 動くから可愛い。アンゴロも背低いんだ、背高いと思ってたよ。小さいと可愛いよね、女性は背が低いと可愛い。ほんちゃん可愛いでしょいいのはいいことだよ。元気ないんじゃなくて、だいたいね、朝起きた時に第一声で今日の調子がいいかはどうかわかる、トークの。これはね、なんでかわからないんだよ。今日あんまりうまくいかないなとか、今日トーク乗るだろうなって第一声でわかるね。だからね、俺もね、今日調子悪いなっていう、体調の問題なんだろうけど、それは思うね、俺も。なんでかわかんないんだよね。生ぬるいコメントではとか、いや別に普通にコメント書いてくれる人はありがたいけど、生ぬるいコメントって何なんかただ単にバカみたいに煽ってくるやつとか、俺頭悪いやつだと思ってるから、あんま相手にしたくないけど、楽しく会話がしたいの、みんなで。はい、解放お疲れ。うつどうだ、解放。よくなった？季節性のうつだって言ってたよね。どう？春来たけど。よくなった？腹いっぱい。
あれさ、俺さ、デニーズのチョコブラウニーサンデーが大好きなんだけどさ、あれ、今日食いに行こうかな。ブラウニーサンデー食べたいな。のんちゃん、後でデニーズ行かない？一緒に。甘いもん食べに行こうよ。いやー、頼むよ。あれ、ほんとうまいんだもん。デザート食べようよ。あれは平気だよ、ブラウニーサンデーは。あー、良くなってる？うつばっかりはどうしようもねえかんな。うつばっかりはさ、どうしようもないから、俺も今うつではないけど、ここ最近だいぶいいのよ。ただまあ、うつになったらしょうもねえよ。なってみないとわかんないけどな。あれ苦しいんだよな。自分でもどうにかしたいのにどうにもなんねえんだよな。うつ病はよくわかんねえよな。だいぶ柔らかくなってきたな。ゆうこさんいらっしゃい。どうもどうも。配信できるようになった。よかったじゃん。出た、匿名市場。もう経済の破綻はすぐそこに来てる。米国からの景気後退が発端になるから逃げろ。いや、経済破綻すぐそこに来てるじゃなくて、俺はもう今日本とんでもない状態だと思ってるよ。今現時点でもう日本はダメだっていう。とっくにダメだよ。とっくにダメだよ。別に日本から逃げる必要はないと思ってるけど。価値観の転換をしないとダメでしょ。出た、金持ち。豚汁さんいらっしゃい。豚汁さんいらっしゃい。匿名一望さん、花火ちょうだいよ。今月全然売り上げは、今日売り上げマジでやばいんだよ。助けてよ。フォローさせてもらいました。ハートありがとう。風船ありがとう。ダメ人間いらっしゃい。匿名一望さん、助けて。今日売り上げ悪いのよ。赤いフォローした。先月すごかったよね。先月神がかってなかった？花クソさん。何だったんだろう、あれ。何だったんだろう。今考えても何だったんだろう。爆投げしてくれたかんね。山中線わかんない。山中線が何なのかわかんないわ。タモジさんいらっしゃい。俺テレビ持ってないのよ。
なんだろう、山中線って。ボクシングあったんだ、昨日。見てないですね。どうだったの？勝ったの？あ、でもね、一回ね、俺ね、後楽園ホール行ってみようと思ってんの。プロの戦い方見てみようと思って。プロボクサーってどういう戦い方すんのかとか。ちょっとね、ボクシングね、捨て頃までにね、ちょっと何回か行ってみる。あの、プラッと。後楽園ホールに。勉強しないとダメだ。見たら強くなるのかっていうわけじゃないけど、やっぱり参考になるんだよ、見ると。生でやっぱライセンス取ってる人は強いからね。ねえ、見に来たよね。相手が4階級以上の体重できて山中負けた。は？え、それってけ、え、え、は？4階級以上上の体重で山中負けた、それ反則じゃないの？え、どういうこと？え、それって普通に計量通らなくない？どういうこと？うん、匿名一号、お前昨日はよ、俺金持ちだから困ったら言えっつって、なんで花火投げてくんねえんだよ。何だったんだよお前の金持ちアピール。いや別に金持ってようが金持ってまいが知らねえけどさ、何なんだよあれ。困ったら助けてくれんじゃねえのかよ。何だったんだよ昨日の発言は。困ってるから花火くれって無視かよ。景気の冷え込みの話なんかしてねえよ今。昨日俺は金持ちだから困ったら助けてやるって言ったのは何だったんだって話してんの。匿名一号聞いてねえよ。ただ勝つためだけの来たって記事があった。反則じゃんそれ。4階級以上ってそんなん無理でしょ。体重差ありすぎでしょ。何それ、なんでボクシングそんなこと許した。どういうこと。株の話なんかしてねえよ今。減量失敗で王座剥奪なのでチャンピオン空位で、減量失敗でなんで試合やったのかよくわかんないんだけど。え、何、和道のファンだから一言だけ言ってみました。他の誰にも言って違う。あのね、俺に金持ちアピールをするのは構わないけどさ、俺に花火一発も投げないんだったら他人じゃんって言ってんの。匿名一号さん、俺はこれで飯食ってんだよ。別にあなたは本当の大金持ちかどうかはわからないよ。でも貧乏だとしても俺に花火投げてくれてる人の方が俺はありがたいよ、うん、じゃあなんで俺に金持ちアピールしたの。次は招き猫だよ。招き猫光くんいらっしゃい。そんなさ、世の中には金持ちなんか腐るほどいるわけだよ。でも俺にアイテム投げてくんなかったら俺は商売成り立たねえんだからさ。金持ちアピしたならさ、困った時にアイテム投げてつよりも普段から投げてくれよ。普段から、うん、それだったら人間関係良好にできるけどさ。聞いてないの人の話。それお前自分が金持ちなのアピールしたいだけじゃねえかよ。めちゃくちゃだろ。そんなの相手にする必要ねえだろ。俺からしたら他人なんだから。お前が金持ちかどうかなんか知らねえよ俺からしたら。
仕事の邪魔だよなあ。みんな経済の話なんか今してねえんだよ。ゼロセンスさんは脱花火も欲しいっすね。花火も招き猫も大量に欲しいっすよ。だって金持ちなのか貧乏なのかないでしょ。貧乏でも花火投げてくれた方が俺にとってはプラスだもんなあ。いや俺間違ったこと言ってなくない？俺に金持ってる人も金持ってない人も世の中に5万といるんだよ。5万といるわけ違うんだよ山田さん。匿名1号は昨日ね、俺は金持ちだっつったの。だから困ったらね言ってくれって言ったので、花火投げてっつったらそれは嫌だっつうの。何なんだそれって話でしょ。何なんだそれって話でしょ。それお前がただ金持ちなの、俺に関係ねえだろっつって。だったら貧乏でも花火投げてくれてる人の方がよっぽどありがたいよ。ただの営業妨害だろそんな、目先の金なんかどうでもいいんだよ。目先の金だけ追ってんだよ俺は。目先の金の話してんだよ。毎日食ってかないといけないんだよこっちは。邪魔だよ。知らねえよ。あんた株やってりゃいいじゃん。俺にお前の価値観を押し付けてくるのがよくわかんねえっつってんの。みんな迷惑でしょ匿名一号さん。だったら金持ちアピなんてここですんなっつう話よ。そう、投げてから言えっつうの。な株価とかどうとか向こうでやれよ。 FX なもの人がいいんだから、うん、金持ってるからって優遇すると思うなよ、うん、俺からしたら関係ねえんだから。てめえの財布がいくら金詰まってようがコビなんか売んねえぞなあ。てめえの財布に金いくら入ってたって、通帳にいくら入ってたってこっちは関係ねえよ。コビなんか売らねえぞ俺。和道だよ。正論だろ。投げてる 人に失礼だよ。バカにしてんのかよこいつ。勝手に経済ごっこやってろ。こっちは忙しいんだよ。ハートありがとう、アイホ。金持ちの詭弁よりも解放のハートだよ。そうだろ？金持ちの詭弁よりも解放のハートだよ。なあみんな。ここはそういうルールなんだよ。ありがとね、ガイホ。え？消えろ、お前、うん。そんな言葉では投げないんだったら消えろ。うん、用はねえわ。消えろ。だからそんなことだったらいらねえから消えてくれよ。俺は経済評論家なんかなるつもりねえから。他行け。投げるつもりがないんだったら消えなさい匿名一号。あなたのいる場所じゃないからここ。はいこんばんは、マウイさん。だからうるせえよ、邪魔だっつってんの。
俺嫌いなんだよ、人に向かって初対面で僕金持ちですっていう人間性が。お前要は金持ってるから何なんだって話をずっとしてんだよ。目先の話をしてんだよ、こっちは。今日花火が上がんねえと俺は今日食ってけねえんだよ。バカにしてんのか、この野郎。おい。俺は今日食ってかないと明日がねえんだよ。毎日必死に積み重ねてんだよ。金持ちアピールするんだったら投げてから言え。な。わかる？言ってることわかんない。経済なんか知ったこっちゃねえよ、こっちは。ヤマト運輸だか、ドナルド・トランプだかなんだか知んねえけど、そんなに政治やりたきゃ政治家になれよ。こっちはやりたいことがあんだよ。なんでお前のラジコンになんねえといけねえんだよ、バカ野郎。せめて投げてから物申せ。二度と抜かすなよ、金持ちとか。しょうもないから。うるせえよ。だったら消えろ。今の俺に文句があるんだったら消えろ。投げる気がねえんだろ。他に見つけろ、お前の都合のいいラジコンを。俺はお前のラジコンじゃねえんだよ。ここはいろんな人がいてな、いろんな人生があって、それを語り合う場所なんだよ。お前の金持ちアピールしてチヤホヤされると思うなよ。うちのリスナー貧乏にいっぱいいるからよ。ありがとう、花火ありがとう。他の配信者と同じでも何でも構わねえよ。ありがとうね、リュありがとう、匿名さん。上辺じゃねえ、本音だよ、俺の心の。なんでてめえに俺の生き方指図されねえといけねえんだよ。うながっぱさんいらっしゃい。いや、そりゃそうでしょ。俺言ってること間違ってないと思うけどね。なんで金持ちだから偉いとか、金持ちだから言うこと聞けって、おめえが勝手に稼いで、従業員にやれよ、従業員に。従業員にやれよ。応援じゃねえよ、てめえは。てめえがやってんのは応援じゃねえよ。いや、もうギャグでしょ、こいつ。やだやだ、俺こういうやつ心底嫌い。そう、アイテム投げないんだったら大富豪も、いや、アイテム投げる投げないじゃなくて投げる投げないじゃなくて、関係ないから、ここはネットだから。で、ここ俺の放送なんだ。ここで俺別に金持ち優遇するつもりないからってずっと言ってんの。花火投げてくれて応援してくれてる人が大事っつってんの。金持ちだけど花火投げませんってクズ野郎だろ。金持ちだけど僕は花火投げません、クズ野郎だろ。クズと付き合う気はねえっつってんだよ、俺は。ただそれだけよ。だったら金持ちだなんて言うなっつってんの。知らねえよ。金持ちだから優遇すると思ったら大間違いだよ。投げないっつってんの。金持ちだって昨日言ったの、光くん。で、投げないっつったの。じゃあ関係ないよねって。そう。俺が言ってんのはそれだけよ。投げねえんだったらおとなしくロムって応援してて、って。
別にコメント書いてもいいけど。投げたくなる気分にすれば、それって結局、要は金持ちに媚び売るってことでしょ。俺嫌なのね。知らねえって。俺の今の姿に応援してくれてる人だけ、俺は、感謝をするっていうスタイルだから。やりたい。自分の人生の舵取りは自分でやるよって。やりたいことやって生きるからって。で、文句があるんだったら、投げなきゃいいじゃんって。ずっと言って、そのスタイルでずっとやってきたから。今応援することできないやつに、未来に期待するとかさ、バカくせえじゃん。要は、俺の今の価値がないって言うんだったら、応援してないのとイコールだよ、俺にとっては。俺の今のトークとか生き方に価値があると思ってくれた人が花火投げればいい。応援するなんて抜かすなっていう。嫌なのよ。なんか、商談するときとかも、金持ってんだか大企業だかなんだか知らねえけどさ、偉そうにしてるやつ見るとヘドが出るんだよ。従業員だったらわかるよ。そいつから給料もらってんだったら。俺別にみんなの従業員じゃないでしょ。てめえで一人で生き様語って、アイテムもらってんだよ。投げねえやつにとやかく言われたくねえよ。俺高校行ってないよ、斎藤さん。金持ちだった、俺金持ちだから困ったら助けてやるよって昨日言ったんだよ、こいつは。光くん、昨日こいつは、俺は金持ちだって、ワド君困ったら助けてやるよって。困ってっから、じゃあ花火よこせっつったら、それは無理っつったんだよ、こいつは。じゃあ知らねえっつったの。いや、見るのやめていいよ別に。俺は応援してくれる人をとことん守るから。興味がなくなって見るもんだね、見るのやめようっつうんだったら止めようがないよ。斎藤さんが決めることだよ。一生懸命働いて貧乏だけど、アイテム投げてくれてる人の方がかっこいいだろ。俺にとってはよっぽど価値あるよ。俺に1円も使う気なんかねえっつうんだったらさ、意味ねえじゃん。1000円の配信の対価でさ、時間潰してさ、ね、楽しませてもらって、1000円も払えねえようなやつがどこが金持ちなんだよ。どこが金持ちなんだよ。なあ、喫茶店に入って1時間喋ってコーヒー代も払わねえようなやつだろ。どこが金持ちなんだよ。そんなんだったら金持ちなんかなりたくねえわ。そうだろう。そんなクソみてえな人種になりたくねえわ。ステゴロ T シャツ名前大きくしたいんだけど、まとめて今投げていい？あ、いいよいいよ、全然。ちょっと待って、用意するわ。もちろん大歓迎だよ。
捨て頃 T シャツ今こんな感じです。どこいる？ミノムシさんどこだ？いた。この前何発か投げてくれたんでしょう。ありがとうございます。ミノムシさん、グレート花火ありがとうございます。ありがとう、ミノムシさん。ありがとうございます。よいしょ。ありがとうね、ミノムシさん。よいしょ。36。ずれちゃうな。よいしょ。あざーす。名前大きくする。いや、あのね、セゴロで入場するときの T シャツを作るんだけど、スペシャルサンクスって言って、リスナーさんの名前を背中に背負いたいっていう企画なの。ちょっと待って、今、プロフィールっていうか、テロップに書くわ。ちょっと待ってね。で、フォローしてる人が条件で、ぜひ名前を背負わせてくれってお願いしてんのよ。だからもし、T シャツに名前背負わせてくれる人いたら、お願いします。ここに書いてあるよ。ここに全部書いてある。で、今サンプルでその募集してんの。こんな感じで、名前背負っていいよって。まあ一応有料か無料かで、なんつうの、花火の大きさで一応サイズは決められるっていうことで。あ、ありがとう、金魚鉢さん。金魚鉢さん、ありがとう。よいしょ。ちょっと待って。ありがとう。おー、ロビちゃん、ありがとう。ロビちゃん、ありがとう。ロビどうする？トータル10発投げてくれるから、でっかくしていいの？でっかくしていいのかな？でっかくするよ。嫌だったら、もっと小さくしてとか言ってね。ロビーありがとう。グレート花火ありがとうございます。ありがとうございます。金魚鉢さんが書いていいんだっけ。ありがとう、金魚鉢さん、ありがとうございます。ありがとうね。うん、いや、入りきらないところが1000人募集してるから、目標は1000人、今50人ぐらいだから950人ぐらいね、足りないの。金集めじゃないよ、うん、金集めじゃないよ。俺リーマンじゃないから、俺サラリーマンなんかやらねえから、サラリーマンの価値観を押し付けてくんのやめてくんない？ありがとう MC、 ありがとう花火、ありがとう、ありがとうございます。
ありがとう。あれ？あれ？なんだ？あれ？ありがとう。入りきらないっつうか、あのデザインはこれ名前の大きさとあの名前の量はイメージだからさ、あのこれからどんどん増えていったらあのちゃんとしたデザインに切り替えるからね。あ、これ仮ね、仮大体こんなイメージねって、デザインは俺が作るから、これはあくまでも仮。仮デザインです。ありがとう、一緒にリングインしよう。和道さんリスナー結構覚えてるんですか？俺は名前結構覚えてる方じゃない？よく覚えてるねって言われるよ、うん、まあいろんな意見があることはいいことだね。ヒカルくんと同じ考えだよ。だからブロックとか入れないよ。おお、ベジータさんお疲れ様です、うん、T シャツは購入可能。うん、もし欲しい人がいたらデザインができたら俺も着るし、まあ捨て頃に着たいとか見るときに感染したいとか着たいっていう人は、まあいくらになるとかはまだわかんないけど、初見じゃねえだろう。母さんはもうヘビーで見てくれてんじゃん、うん、いや煽るとか煽らないとかじゃなくて俺嫌いなんだってそういうの。普通に楽しくやろうよ1号さん、普通に楽しもうよ。今さ130人ぐらいが見てるわけよ。あなた一人の話題のためにさ、あの放送回ってるわけじゃなくて、これあくまでもさ、みんなで作り上げてるもんなんだ。みんながみんな経済に興味あるわけじゃないでしょ。あ、最近相談全然いいよ。うん、明日日雇い行く。いやいや、無料でも名前入れるって勘違いしないでよ。みんなの名前を背負うっていう企画だから、あの名前入れてって一言書いてくれたら名前入れるよ。でここがあの無課金税で、ここが花火一発で、ここが、花火五発、ここが花火十発の枠っていう風にやってんのね。だからあのここに名前あるけど、あの名前でかくしたいっていう人は後から言ってって。そうだから、あとほらなんつうの、普段投げてるだろうと、俺何発も投げてるわっていう。でもさ、ほら名前でかくすると嫌だっていう人もいるのよ。ファンタスティックとか投げてても、要はここに名前こんだけでかくしたら、お前ファンタスティック投げてるのバレてんだろうって。だから投げてる人に選んでもらうようにしてる。うん、名前入れて。ヒカルくん俺のことフォローしてる？一応フォロワー限定なんだけど、フォローしてくれてたら OK だよ。ヒカルくんフォローしてくれてる？うん、でフォロー外されたら名前消すから、フォローもしてない人を背負いたくないから。ありがとう。じゃあ、ヒカルくん入れるよ。うん。ヒカルくん入れるね。ひらがなでヒカルくん。ひらがなでヒカルくん。ありがとうね、ヒカルくん。ヒカルくんありがとう。一緒に戦おう。捨て頃のリングにヒカルくん入れ、あげるぜ。ヒカルくん。ヒカルくんありがとう。ヒカルくん入ったよ。ね、いい企画でしょ、中地。ジェダイさん、最近あかんことばっかりやって、いろいろとリスナーさんたちを毎日怒ってはって、企画といろいろ案件出してくれるんですが、全然対応に乗ってくれへんくて、話を聞いてくれないし、こっちとしては精神的に巻いてる。いや、やめりゃいいじゃん、リスナー。うん。そんな難しい話じゃなくて、気に入んなかったらやめりゃいいんだよ。うん。要はついてく男間違えんなよっていう。ありがとね、みんな。もし名前入れてくれる人は言ってよ。名前載せてっていう人は名前載せてってコメントに書いて、うん、そしたらあの T シャツのバックプリント、背中にみんなの文字ブワーってコテハンが書いてある T シャツ背負うから、でそれでリングインするから、よろしく。ありがとう、マウイさん。ちょっと待ってね。マウイ、ワウイ。ちょっと待って、ローマ字が特殊だからな。うん。
待ってね。MAUI マウイ、マウイは、は、これで OK？ 入った？マウイワウイで合ってる？マウイワウイで。MAUIWAUI 合ってるかな？OK、 ありがとう。一緒にリングインしよう。要はみんなで、自分一人の力じゃなくてみんなと一緒に来たんだぜっていうのをやりたかったの。初見さん、フォローしてくれてる人限定なんで、フォローしてくれるのと、まあまあ、捨て頃の時にフォロー外すぐらいだったら背負いたくないから、捨て頃まで追っかけてくれるっていうんなら、最低でも捨て頃までフォロー外さないよっていう人。それがいいね。うん。そうしてくれるんだったら、うさけつさん全然いいっすよ。うん。はい、こんばんは、もよこさん。うん。もし、うさけつさんが、和道の試合、捨て頃で応援するよと、フォローも外さないよって言うんだったら、ありがとう、うさけつさん。ありがとうございます。うさけつさんも一緒にリングインしましょう。ひらがなで、うさけつ。うさけつさん、ありがとう。ここに書いたよ、うさけつさん。ありがとうね。こんばんは。配信勝手に見てて精神的慰謝料は取れないでしょ。うん、無理でしょ。ありがとう、超ベジータさん。カッコはちょっとごめんね。超ベジータでいくよ。カッコはなしでいくよ。こだわりあるカッコの中。リュウショウさん。超ベジータさん入れました。OK。超ベジータさん、ありがとうございます。ありがとう。あ、ハーさん、ありがとう。フォロワー限定なんで、フォローしてね。なんか、フォローしてないアンチとかをさ、なんだかわかんない人とか、応援してない人を名前背負いたくないから。ハーさん、ありがとう。よろしくね。みんなありがとう。捨て頃見て。ツイキャスでやるからね。見て見て。捨て頃まで3ヶ月？捨て頃まで3ヶ月だね。4月あたりからバタバタするでしょ。ありがとう。捨て頃2の話が出たのはどれくらいだったっけな。
そうだね、去年の10月とかじゃないかな。いってらっしゃい。お風呂あり、いってらっしゃい。風船ありがとう。俺ら経済になんか関心ねえよ。トランプ大統領も関心ねえよ。俺ら庶民だからさ、話す場所間違えてるって。別でやりな、そういう話がしたいんだったら。誰も求めてないよ。行動が伴わない人の言葉に誰も惑わされないよ。口だけのやつだと思われっからね。恥ずかしいよ。家賃6万、ここは6万、6万。ババ抜きはあんま得意じゃないな。俺ら政治の話なんかわかんねえもん。T シャツのデザインどんなのでしょうかね。タバコうまいね。タバコは日本の救いだよ。小学校の女の子は学校中から10万集めてハッブル望遠鏡を直してください頼んだ。ああ、はい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 。ねえ、ハッブル望遠鏡一回ダメになったもんね。それがきっかけでね、10万円じゃ直らないけど NASA が公表して。中地ありがとう、先生。いや別に政治経済の話振ってもいいのよ。別に振ってもいいの。振ってもいいけど、今この空気です。経済の話誰か興味湧いてる？空気が読めないわけですよ。トランプの話でも共和党の話でも日本の政治の話でも経済の話でもいいですよ。構いませんよ、僕は。ただ今求められてます。あなたが自分で主張したいんだったらブログでも配信でも何でも自分でやってくれよっていう感じよ。連投しつこいっつうの。拾われてないっていうことは空気読もうよっていうのはそういうことよ。タバコの値段上がんのかな、知らない。俺は1000円ぐらいになってもいいと思ってるけど。1000円でも買うね。のんちゃん困る。でも1000円ぐらいでも俺全然ザラに買うと思うよ。のんちゃんいるよ。むしろ逆にのんちゃんがいない日の方が珍しいよ。メガホンありがとう、トップさん。ありがとう。
こんなところでぐずってるっていう、あんたのいちいちそういうところがムカつくんだよ。なあ、あんたにとってなんだよ、何が尊いことなんだよ。俺は一生懸命やってきたんだよ。ホームレスだったんだよ、4年前まで。ネットカフェ難民だったんだよ。なあ、生活保護だったんだよ。こんなところでぐずってるだとバカにしてんだろ、お前。応援してくれてる人、おめえのそういう態度が気に入らねえんだよ。なあ、お前に何の関係があるんだよ、俺の人生と。こんなところでぐずってるじゃねえよ。毎日毎日一生懸命やってるんだよ。いい加減にしてくれるよ。頭にくんだよ、お前みたいな、そういう偉そうにしてる。なあ。ハートありがとう、まういさん。全く関係ねえよ。よく応援してるとか、ふざけたこと言えるよな。全部一生懸命やってんだよ。腹立つだろ、リュウキンさん。メガホンありがとう、ウサケツさん。一生懸命生きてんだよ。一生懸命必死になってやってんだよ、配信を。みんなで楽しいところで場の空気壊すなよ、クズ野郎が。うるせえよ。てめえの思い通りになるために生まれてきたんじゃねえわ、カスが。俺ら配信やるために生まれてきたんだよな。風船ありがとう。バカありがとう。消えろよ、もう。どっかのホテルのカフェでよ、仲間でも作ってよ、経済について一生語ってろよ。株なのなんなのって。日本は良くないとか言ってろよ。関係ねえよ、そんなの。関わりたくもねえよ、気持ち悪い。他行け。トワさんいらっしゃい。風船ありがとう。だって、バカにされてんだぜ。バカにされてんだぜ。金持ちアピール散々して、困ったら助けてやるよとまで言って、散々自分の好きな話して、で、迷惑だからやめてくれっつってんのに、この態度だぜ。しまいには配信のことをこんなところでぐずってるって言うんだよ。バカにされてんだよ。ねえ。貧乏でもアイテム投げてくれてるみんなをバカにしてるのと一緒だろうがよ。よく応援してるとかふざけたこと言ってんだよ。知らねえよ。てめえがどこの誰かなんか知らねえんだよ。おい、ヤバゾウいらっしゃい。ハートありがとう。珍しくない？ヤバゾウが俺にアイテムなんか。まだいるんだよ、こいつ。俺嫌いなんだよ。初対面で俺金持ってるからとか、初対面のくせに応援してるからとか。俺嫌いなんだ、そういう人間が。俺は誰かの言いなりになりたくなくて、自分の自由を手に入れるために配信をやったんだよ。その価値観が違うって言うんだったら他行ってくれ。俺は俺の人生を生きるんだよ。じゃあな。以上だよ。ずっと言ってること変えてねえよ。俺は俺で生きる。てめえはてめえで生きる。応援する気がねえんだったら去ってくれ。ここにいる応援してくれてる人たちに失礼だ。せめて謝ってから帰れ。お前の言う金稼ぐことが成功だったら金なんていらねえよ、バカ野郎。おい！てめえの言う小汚ねえ金集めることが成功だっていうぐらい小さいことだったらよ、そんな汚ねえ金いらねえっつってんだよ。パソコンでもポチポチ触って株でも何でもやってろ、ゴミクズが。ありがとう、ねねちゃん。いらっしゃい、楽しんでってね。匿名一号消えろ。てめえの言葉響かねえわ。てめえがやってんのは応援でもね、なんでもねえんだよ。おせっかい焼いてるだけなんだ、てめえがやってんのは。才能があるんだったら投資しろよ！おい！
才能があるんだったら花火投げろっつってんだよ、ゴミが。口だけなんだよてめえは。本当に才能感じてんだったら食わせてみろよ。1億でも何でも積んでみろよ。そう思わねえか。本当にお前が言う通り才能感じてるんだったら、留学でも何でも生活費も全部面倒見ろよ。1億でも10億でも積んでみろよ。それから物申せ。てめえの言葉に説得力がねえから怒ってんだよ。まだ言わせんのかよ。エロ本だろ。貧乏な人だってさ、応援してくれる1円の方がよっぽど大事だわ。よっぽど大事だわ。俺はそれで体作ってんだから。自由にやらせてもらってんだから。才能があると思ったら投資すんのが普通だろ。そうだね、光くんね。金持ってるなんか誰でも言えんだよ。俺はこれで5年生き残ってんだよ。ほっとけ。ありがとう。いや、これロビは応援してくれてんじゃん、ずっと。陰ながらじゃねえだろ。ありがとう。金持ちも貧乏人も差別するつもりないから、俺は。男だろうが女だろうがオカマだろうがメンヘラだろうが障害者だろうが外人だろうがハーフだろうが、無理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 、何言っても無駄だよ。いい、もうほっときな。何言っても無駄無駄。病気だよ病気。お前さ、匿名1号さ、金持ちって書いとけ。もう。お前の答え半、金持ちにしろ。なあ。金持ちに変えとこい。もう匿名1号ってややこしいから。金持ちに名前変えとこい。うん。お前は金持ちでいいよ。うん。
グローブ最高だよ。だいぶ柔らかくなってきたね。もう使い込んで。だいぶシワが入ってクタクタになってきたね。もうだいぶ握りやすい。クタクタ。うん。もう腕に馴染んできた。柔らかくなってきたよ。タイチロルさんいらっしゃい。楽しんでて。音は変わってきたのはパンチの打ち方の問題だね。そうだね。まあまあでもクッション柔らかくなってきていい時はね、一回ね、手応えある。スパーンって抜けた時、ここに抜けたの、衝撃が。びっくりするぐらい、パーンって言おうと抜けた時があったの。びっくりした、こうね、こっからスパーンってこっち側に抜けたの。フックなんだけど、右フックなんだけど、で、すっごいいい音だったね。あのパンチを全部打てるようになったら、まあ強くなるよ。ねえ、グローブテンション上がるからね。うん。体は変わってきてるね、実際ね。体実際変わるよ。変わる変わる。うん。体の見た目が変わるのもそうなんだけど、あ、なんつうんだろうな。使い方が変わってくるっていうか。全然違うね。全然違う。で、昨日動画撮影して練習してるところを、まあ確認したんだけど、フォームがだいぶ変わってたかな。うん。あ、こんなに人間って変わるんだっていう。だいぶ変わったよ。見てみようか。これね、この動画ね。右ストレート強いので、ちょっとだけ勝ったの。インナーマッスルだね。構えが違うよね。まあプライベートで練習してる。3月の25に練習会やるよ。藤駒さんいらっしゃい。はい、夢子さんいらっしゃい。こんな感じかな今は。まあこんな感じですね、正直。だいぶまあ1年前と比べたら天と地ほどの差があるぐらい強くなったかな。うん。ねえ、グローブかっこいいからね、画面映えするよね。うん。赤と黒、そう、黒に赤の刺しが好きなの、俺は。黒ベースに赤の刺し、黒の刺しが好きだから。うん。黒ベースの赤っていうのがいいよね。うん、黒ベースの赤っていうのが。このデザインかっこいいよね。コブラなんだけど。いいよね。宝物だよ。
こいいよね。ベヌムっていうメーカーで総合格闘技でみんなベヌム使い始めて、フランスで会社がフランスかなで作ってるのは、まあ本場タイ、タイがグローブも本場だから、そうで、リスナーさんの愛でここに和道って刺繍で布の刺繍で和道って入ってんの。だからもう世界で一個だよ、こっちは漢字で和道って。嬉しいよね、テンション上がるよ。黒と赤と白ね、イメージカラーは。T シャツっていうかこれね、あのシルキードライっていう、あの肌着なんだよね。 T シャツ洗濯すんの忘れてて、今日は胸元が開いてますよ肌着着てる、肌着を。胸毛だけじゃないよ、俺肩も背中生えてる、この辺にも毛もぞもぞだよ、もう全身生えてないところがないぐらい生えてる。いや暗いからでしょ、暗いからだよ。肌着インナーっていうのかおっさんだからさ肌着、うん、言わないかな。うん、剛毛だよ。インナーっていうのか今は。なんか年寄り独特の言い回しっていっぱいあるよね。なんだろう、年寄りが使う言葉ってなんだろう。靴のことベコとか言わない？ベコ、ベコって言わない？いいベコだねーとか言わない？ベコ、ベコじゃなかったっけ？靴のことズックか。ベコってなんだろう。ズックって言うよね。そう、パジャマを寝巻きとかね。うん、あとなんだろう、ズックって言うよね。牛かベコは。あー2000年代か、いや2000年代はもう崩れかけてるから、あーまあまあ2000年代がピークぐらいかな、ピーク過ぎたぐらいかな。90年代も良かったよ、うん、むしろ韓流ドラマがそれを引き継いでるよね。エモンかけ言うね、エモンかけ言うね、エモンかけの意味が分かんないよね言う言う言う、ハンガーのこと言う、言うわ。衣装かけからエモンかけって言うんだ。はあ、そういうことか、IWGP 以降ダメになったと思ってる。 IWGP が最後の最高傑作だと思うね。ドラマ豪華すぎるぞ。 IWGP エキストラで行ったよ、ちょろっとちょろっと映ってるね、 0.1 秒ぐらい映ってる。かっこよかったな永瀬、かっこよかったな。キングも生で見たよ、まこっちゃんも。渡辺謙もね、すごいよね、妻夫木聡。妻夫木聡がね、あの脇役で出てるってすごいよねどういうこと？渡辺謙も脇役だしね、うん、すごいよね。全員主役級なんだよ。そう、
あんな豪華な配役ないよね。あれも出てるよね。マサトの奥さんも出てるよね。風俗嬢の役で。矢沢慎。矢沢慎だっけ。え、小栗旬も出てたっけ。小栗旬出てた IWGP 出てんだ。へえ、すげえな。あの着メロかっこよかったもんね。てん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 てれてんてんてんて。あのボウリングのあれだな、あの携帯ストラップとか欲しいよね。はい、誠つってあれさ、ちょっとあのドラマ卑怯な、アニメっぽい作りなんだよね、演出が。アニメっぽいっていうのがね、あのカメラワークとかずーっとかさ、ブーっとかさ、あのなんて言うんだろう、カメラをその道路を遠くをゆっくり撮ったの、早送りキュルキュルとか、そういうなスピード感とか時間軸を通常の時間軸で使わなかったりとか、カメラの構図ってこう正面から普通撮ったりとか、演技をしてる時こう撮ったりするんだけど、それをね、構図をね、そのアニメっぽい、アニメって自由だから、アニメのカメラのアングルって自由なのね。いや、あのね、それね、アニメにカメラがあるっていうのがちょっと伝わりづらいかもしれないけど、そう、そういう感じ。そう、カーボーイビバップとかさ、そう、広角機動隊とか、なんか自由な視点撮ってるな。日本のアニメが映画に影響を与えるんだけど、え、クドカンじゃないでしょあれ、堤さんでしょ。クドカンが脚本で監督が堤さんじゃないの、うん、え、ウエストゲートパークって堤さんだよね監督。クドカンはスタッフだよね確か。違かったっけ。継続とか撮ってる人だっけ堤さんって。ヒット作バンバン作ってたよね。合ってるよね。クドカンが構成作家だか脚本だかなんだか忘れたけど、スタッフで入ってたんだよね。俺トリックとか好きだったな。トリック今見ても面白いだろうな多分。あとさ、俺びっくりしたのが、原作を超えたドラマってたまーに出てくるんだけど、金田一少年の受験簿は原作超えてない、あれ。金田一少年の受験簿すげー良かったよね、堂本剛。あと、友坂理恵。美人なんだかブスなんだかわかんないけど、顔歪みすぎだろっていう。顔歪んでるけど可愛いっていう、稀有な例だよ。面白かったよね、金田一少年。トリック面白いよね。うん。いや、金田一少年の受験簿は普通に面白かったよ。あれ、原作超えてねえって思ったもん。ちょっとコミカルな感じで書いてて。そうそう、三日月みたいな顔してる。でも、友坂理恵可愛かったよね、当時。ずっと顔が歪んでるな、こいつみたいな。俺も顔歪んでるけど。IWGP がもう最後だろうね。そう、日本ドラマの予算とか監督とかも、いや、熱意があった時の。パフェありがとう。うん。俺はね、映画作るとしても多分ね、理解できないと思うよ。俺映画本当に作りたいのよ。だけど、多分ね、俺のリスナーの一部のコアなリスナーが笑って終わりで、普通のリスナーさんも何これって言うと思うよ。多分。うん、金田一は堂本派って、だって堂本しか出てないじゃん。うん、
あ、俺がね、笑ったのは、あれだ、銀狼回帰ファイルはマジで笑った。相方の方が出てるやつは。そう、爆笑だよ。なんだこのドラマって思ったもん。うちわの笑いっていうよりも、多分何をしてるか分かんないと思う。多分ね、統合失調症バリバリ入れ込んでくるから、多分俺も作品作ったら超絶減らると思うの。で、その、物作ってる時って減らるのよ、俺。その、なんつうんだろう。そっちの世界っていうかね、要は、なんていうのかな。脳は、なんて言えばいいんだろう。これ、言葉にするの難しいんだけど、要はね、魔法を使うわけですよ。魔法を使うっていうことはダークサイドに落ちるんだよ。金田一くん何個もあったんだ、知らなかった、アンフェア見てなかったな。へえ、リメイクがあるんだ。009さん、ありがとう。あ、その後やってるんだ。ていうか韓流ドラマラブホテルで見たけど、めちゃめちゃ面白かったよ。韓流ドラマ普通にレベル高くて面白かった。ライアーゲームはね、もう世代が近かった、卒業してた。俺が好きなのはね、あれなんだよ。これ賛否両論あるかもしんないけど、あのね、リップスティックとかね、あの、野島伸司作品が俺好きなの。好きそうだろ？あの、中期の野島伸司の作品。あの、もう障害者とかバリバリ出てくる系、聖者の行進とかさ、うん。俺は世紀末の歌っていうのが好きなんだけど、なんかね、タイトル覚えてないんだけど、アナウンサーになりたかった女の子は、デパートの受付係になって、で、なんつうんだっけ、あの、蹴りの技。韓国の足の技の格闘技。なんつうんだっけ、カンフーみたいなやつ。あれをやってる男の子は、なんか普通の清掃会社に入って、で、もう総合格闘技になりたいとか、アナウンサーになりたいっていうような恋愛話。テコンドーだ。っていうのを3話見たけど、普通に面白かった。日本のドラマより多分レベル高いと思うよ。え、聖者の行進とかってどれくらい？俺が好きなの、世紀末の歌っていう作品がすっごい好きなの。世紀末の歌はマジで良かった。なんかね、もうメンヘラしか出てこないの。登場キャラクター。野島伸司はね、メンヘラを、その当時メンヘラっていう言葉なかったんだけど、メンヘラっていうかもう障害者だよね、完全な。障害者がバンバン出てくんの。すごい面白い。韓流面白かったね。野島伸司のドラマ今無理だよね。映画もそこの定位置で見る。え、どういうこと？お花畑リスナーさん。映画もそこの定位置で、ここで映画を見てるかってこと？座ってってこと？いや、ラブホテルで見たで。映画は最近見てないね、俺。ビートルズの曲？え、何の話？ごめん、主語を書いて。何？いきなりビートルズって言われてもわかんないから。あ、そうそうそう。世紀末の歌はビートルズの曲しか使われないやつ。そう。そう。そう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 。山崎努と、竹野内豊の作品。悪魔を見たって韓国映画。あ、ないないない。韓国映画は見たことない。ねえ、懐かしいね。009さん、ごめんごめん。急にビートルズの曲って言われたから。世紀末の歌はビートルズの曲しか挿入歌使わなかった。あれはちょっとくどかったけどね。竹野内豊かっこいいよね。で、それ、世紀末の歌ってどういう話かってさ、結婚式、竹野内豊が結婚して大好きな奥さんがいて、結婚するところで、ちょっと待ったー！バーンって教会が開いて、ちょっと待ったって言って、ってなったら、お嫁さんがこう走って、その男と逃げるっていうシーン。要はさ、その前のドラマのセオリーっていうのが、ちょっと待ったをやる方が主人公なのよ。で、その好きな人と結ばれるっていうのが主流の時代があったの。それに対するアンチテーゼ。要は、それをやられた方はどうなるのかっていう世界観なの。なかなかいい設定だよ。で、そのとあるその大学教授と出会うんだけど、大学教授の方はもう干されちゃった人ですごい権威を持ってたんだけど、
その政治のゲームで負けて、そのなんか端っこに追いやられた大学教授が自作の潜水艦を作ってるんだけど、その潜水艦っていう、その潜水艦は何のか、日本の昔のドラマ本当良かったよ、本当良かった。だから俺はそのドラマのそのお金の予算のかけ方とかの終わりが IWGP だと思ってんの。ナルチョさんはどつ？俺ドラマ全然見てたよ。ていうかドラマしかなかったかんね、娯楽が、あの頃は。だから IWGP なんかそれこそもうドストライクの世代だね、俺は。中学2年生とか3年生じゃないの？テレビが金持ってたから。ていうか日本の映画なんかよりドラマの方がよっぽど面白かったよ。深田恭子のデビュー作とかもあったもんね。時枝裕二っつって、あのエイズの問題だね、金城武史と深田恭子の方。ああ、面白いね、懐かしいよね。どんなドラマあったかな。俺は野島伸司作品好きだったね。なんかあの感じが好き、世界観が。深田恭子ね、今でも綺麗だからね。あ、そうだ、神様はもう少しだけだ。ねえ本当は誰も危ないデカ見たことないな。ストロベリーオンザショートケーキは野島伸司じゃなかったかな。でもね、ストロベリーオンザショートケーキはあの確か野島伸司なんだけど、作風変えるのよあの人。その頃ついていけなくなった感じだね。見てなかったね、なんか違うと思って。確かね、野島伸司だと思うよ、ストロベリーオンザショートケーキは。うつエンドっていうかね、うつっぽい世界観が好きなの。照明が当たってない感じが好きなの。古畑任三郎面白かったね。面白かったね。うん、よかったよね。面白かった、面白かった。いい時代だったな。みんなで同じものを見て、みんなで学校で語るっていい時代だったね。うん。うつエンドは別に好きじゃなくて、なんつうんだろう、うつっぽい世界観が好きなの。これ病んでるなーっていう世界観が好きなの。なんかこう病気だなーっていう居心地がいいの、すごく。なんでかわからんけど、まあそういう、なんかそういうのがあったんだよ昔は。懐かしい。懐かしいね。家政婦の見た、全然見てなかったな。トリックみたいな、トリックみたい。阿部寛かっこいいかな。
え、矢部の相方、矢部って誰だっけ、矢部って誰だっけ、死んじゃったんじゃなかったっけ、刑事さんの方だっけ、なんか名前はあんま覚えてないな、名前は正直覚えてないわ。あ、そうなんだ、アベマでやってるんだ。ていうかもう、まあ、新しいものを作るよりも古いものの再放送で全然面白くない？なんか俺そういうインターネットってそういう時代なのかなとか思ってて、もうさ、いいんだよ、新しいもの作らなくて、古くて面白いものをさ、いつでもお金払って見れるっていう便利なサービスに特化した方が全然いいと思うよ。俺だから IWGP 全話800円見放題とかだったら課金するもんね。トリック全話800円見放題、まあ500円とかだとありがたいけど、500円払って1ヶ月トリック見放題だったら払うもん、1ヶ月間だけとか。そういうのね、やってほしいよね。お金払うのに抵抗はないんだけど、便利にすぐコンビニ行ってチケット買って家で DVD レンタル見たく見れたら便利じゃない？日本中にある全てのやつがって。だからドラマ会社、映画会社がウェブをもっと力入れてほしいっていうかさ、そういう権利をちゃんとやってほしいんだよね。なんかただで見たいとは別に思わなくて、いつでもそのなんつうの、いいものをお金払うのに抵抗なんかないじゃん別に。だって DVD レンタルとか300円とかでやってたんだから、むしろ便利じゃん。 DVD 屋さん行かないでコンビニで金払ってさ、ウェブマネー買ってさ、その場でカチカチとか、要は決済システムとかさ、大人の事情でしょ、権利の関係とか。この辺まとめてくれたらさ、ウェブの人たちは全然お金払うと思うよ。携帯電話でさ、寝ながら見たいってポチってやりたいよね。なんでやらねえんだろう。まあまあ、そろそろそういう時代になってくるんだろうけど。なんかもう一個のサイトにまとめてくれよっていうのない？なんかいろんなところ、Amazon TV、Netflix、YouTube とかもうわけわかんないとか思って。あ、トリックダウンロードした。うん、割れ中、全然いいコンテンツにはみんなお金払うよね。映画作りたいな。でもね、映画作るって本当に大変なんだっていうのが最近ね、シミュレーションしてだんだん分かってきたね。あのね、作ろうと思えばいくらでも作れるんだけど、あのね、思ってるよりも権利とかって大変だなと思って。あのね、撮っていいものと撮っちゃダメなものとか、スタジオとかセットとか、お金ってこんなにかかるんだっていうのがだんだん分かってきた。映画って大変だわっていう。いや、あのね、俺ね、それ自伝なのか創作なのかって話ですごくいいところで、ノンフィクションはないっていうのが俺の考え方の。よくさ、映画の冒頭にノンフィクションって出るじゃん。要はこれは事実だっていうの。嘘だよ。だって人が作ってんだもん。解釈が介入するに決まってるじゃん。だから全部フィクションなの、俺にとっては。で、
自伝っていうかね、要は、要は自伝を作ったとしても、本当の自伝は俺は生放送だと思ってんのね。だってリアルじゃん。嘘つきようがないんだもん。でもこれをいいところだけカットした。要はね、編集が入るっていうことは、いいところだけかいつまむから、どこを時間を切り取るか、どのセリフを切り取るかで、印象って変えられるのよ。だから、自伝なのか創作なのかとかじゃないと思ってんの。うん。だからね、その、ノンフィクションなのかとか創作なのかじゃなくて、だって創作だとしても監督の体験談から来るわけじゃん。頭の中のものじゃん。だから全部リアルなんだよ。そう。事実は見てる人の主観なんだよね。そうそうそう。なんで映画作ってる側がノンフィクションっていうジャンルを作るのかはよくわかんなくて。うん。いや、それ生放送でしょっていう。ああ、昔からだよ。うん。昔からだよ。それは まあまあ、しょうがないんじゃん。うん。俺はね、あの DVD 借りてね、監督とかの副音声版とかが大好きで、あのエヴァンゲリオンが、あのエヴァンゲリオンとかジブリとかが、あの DVD の特権に監督が解説をする副音声のやつとか入ってんのよ。俺そっち聞く方が好きなんだよね。あー、このシーンだるいわーとか、このシーン思い出したらめちゃめちゃ大変でしたよーとか言って、何があったのって、いや、ここのコマ数見てくださいよとか。そういうね、なんかね、ぼやきみたいなの大好きなの。なんかちゃんと作品の方を見るけど、なんかそう、監督の副音声のラジオが入ってるやつとか最高だよね、あれ。もうなんか、いや、ここ本当はこういうシーン入れたかったんだけど予算通らなくてとか、ここ作り直したいなーとか、ああそうなんだとかさ。確か風の谷のナウシカの DVD に、あの庵野がアテレコサブ音声入れなかったっけな。うん、そうそうそう、あれだよ、エヴァンゲリオンなんかセルガのさ、ヤシマ作戦のやつなくなっちゃってさ、セルガが飛んでるの。俺リアルタイムで見てて、何回も見てたから、ビデな、あのリアルタイムでこのシーン絶対あったでしょっていうのが DVD 版なくなってて、なんでなくなったんだと思って腹立って、な、 0.2 秒ぐらいのコマなんだけど、そしたらごめんなさい、セルが紛失しましたって書いてあったんで、説明の付録に盗まれたって。そういうところがいいよね。なんか今のデータの時代と違ってさ、セルががスタッフに盗まれるっていうのがリアルじゃん。そう思わない？いや、あるんだよ。昔のアニメ会社とかセルがをさ、スタッフが盗んで友達にあげちゃったとかで、ね、あるよ、全然。うん、全然ある。まあ最低なんだけど、そこも面白いよね。もうオリジナルが残ってないっていう。今だとね、データ管理されてるし残ってるだろうけど、腹減った。こんばんは、まいさん、ワドツ。こんばんは。これね、さっきもその話したんだけど、カップラーメン全く食わないんだよ。意外でしょ。
すっげえ意外だと思うんだけど、カップ焼きそば、カップラーメンとかポテトチップスとか一切食わないの。意外と健康的なの。デニーズのパフェだから、そうだ、後で食べ行く。あ、デニーズ何時までやってる？そう、のんちゃんと後で食べに行こうっつったけど、デビルズブラウニーサンデー美味しい。うん。中野坂上。中野坂上。デニーズ。何時までやってんだろう、デニーズ。24だったかな。中野坂上、デニーズ。あ、24時間だ。あったあったわ。夜中になくなるんだ、デニーズブラウニーサンデー。腹立つんだよ、あれ。夜中にデニーズのブラウニーサンデー食べに行って、時間外ですって言われるんだよ。なんかね、最近デニーズね、夜メニューみたいなのなんだ。夜メニュー。あったわ。ありがとう、のんちゃん。ナイスだわ。っていうかさ、俺さ、これさ、Google 面白いんだけど、ちょっと Google いじっていい？あのさ、ファミレスに星 3.4 ってさ、もうさ、ファミレスはさすがにさ、もう星いらねえだろ。俺、こういうところじわるんだよ。個人店だったら星は欲しいけどさ、もうさ、どこの店でも別に、まあなんかあるのかな？あそこのデニーズは、日当たりがいいとかそういうこと？あそこのデニーズは狭いとか？ファミレスに星はもういらねえんじゃねえの？コメント読んでみる？口コミ見てみようか。なんでこいつら星つけるんだろう？ゆったりくつろげます。通路が広めなのでスタッフの対応が気にならない。この日のスタッフは、案内から会計まで対応も動きも良かった。結構みんな書いてるね。中野坂上のデニーズに対して中野坂上のデニーズに対してこんだけコメント書いてるってすごくない？なんか面白いな。すごいシュールだよね。こいつすげえ写真上げまくってんだけど。いや、すごいいっぱいいるよ。ほら。これ面白い時代だよな。もう。第二の知恵袋貸してる。あ、隣がすぐ工事中で落ち着かないと。ああ、なるほどね。いい情報だね。あ、そうだ、あそこ工事してるね、よくね。あ、隣が工事の音がうるさくて少し落ち着かないと。なるほど、面白いね。ちょっと、ファミレスのレビューを書き込む人たちはいいね、なんか。居心地の良さとかなのかな。ねねもパフェ食べたいっつって。分かった分かった。いや、デニーズブラウニーサンデーうまいんだよ。もう子供の頃から好きで。ていうか最近ナタデココ出さなくなったよね。なんかさ、俺さ、確かなんだけど、デニーズってすごいスイーツ流行らせるの得意で、第1回ナタデココブーム作ったのデニーズだよね。合ってるよね。なんかヨーグルトにナタデココ入って、いちごのシロップみたいな、あ、なかった？あれ美味しくなかった？ナタデココを流行らせたのデニーズだよね、確か。で、今ないんだよ。で、もう一つ確かあって、なんかマイクが割れるな。もう一つが、あの、パパイヤも流行らせたのデニーズだよね。合ってるよね、これ。合ってるよね。合ってるか合ってないか聞いてんだよ。合ってるよね。確かね、そうだと思うんだよね。あ、聞いたことない？知らない？ナタデココデニーズから急激にブームになったよね。で、一般化したよね。で、ナタデココのデニーズは美味しかったんだよ。デニーズがないの？地方には。デニーズって全国じゃないの？あ、デニーズってそんなにないんだ。関東は結構あるけどな。ないエリアがあるんだ。へー。おー、なんかごめん。あ、
そう。へえ。広島にないの？デニーズって。サイゼリヤはティラミスを流行らせた。ティラミスっていうものがなかったんだよ。で、サイゼリヤでティラミスを食うのがおしゃれだったの。成田で。成田の学生たちは彼女ができたらサイゼリヤでティラミスを彼女に 成田市民に怒られるよ、こんなこと言ってたら。最近ね、ちょっとね、成田をいじりすぎてね、そろそろ成田市からクレーム来るんじゃないかと思ってんだよね。お前、成田バカにしてんだろ、つって。そうだね、ドリアを流行らせたのもそうだけど、ティラミスを流行らせたのはサイゼリヤ。だと俺は思ってる。ティラミス。あ、ハストモちゃんいらっしゃい。デニーズないの？そっち。ハストモちゃんどの辺、ハストモさんはどの辺なの？ないんだ。ティラミス、あ、俺でもね、ティラミスはあんまり好きじゃないの。スイーツ好きだけど。千葉スタイル TV だね。千葉スタイル TV。あ、石巻なんだ。あ、大変だったね。石巻に住んでるんだ。復興はどうですか？コカ・コーラのいろんなフレーバードリンクから、コカ・コーラのいろんなフレーバーってドリンクバーから取った。あ、そうなんだ。へえ。うるせえよ、さっきから剣だの鎧だの もう病気だろお前。うるせえよさっきから。剣を持てとか鎧を着ろって、お前が一人で剣持って銃刀法違反だよバカ。うるせえんだよさっきから 剣だの鎧だの 昔痩せてたね もううるせえよ、さすがに突っ込むわ。うるせえよ 剣を持って鎧を着ろとか ただの銃刀法違反だよ 仙台にもデニーズ多分ない。あ、ないんだ。関東の文化なんだ。あ、よかったよかった。いや、じゃあ、病気なの、こいつ。こいつ、病気なの。さっきもう、1時間ぐらい怒鳴り倒したんだけど、もうほっといていい。ボットじゃないから。リスナーが嫌いコメントで、なんか一人、匿名1号っていうの、これボットですかって。これボットですよねって、同じことずっとつぶやいてますよって。ボットじゃねえよ。気違いだよ。そう。復興はなんとかね。あ、いわき市なんだ。そっか。そっか、そっか。福島行ったけど、ほら、配信者だから、プライベートで、行くからね、必ず。一回、カメラ回さないで、勉強しに行くから。そう、病気の金持ち。なんか、億万長者なんだって。億万長者だから金投げろって、俺に花火投げろってさっき怒鳴ったんだけど、一向に投げないの 昨日からも頭に来てんの俺。この匿名1号ってやつに。こいつ大金持ちなんだって。でもアイテム一切投げねえよ。知らねえよ バカ野郎 金持ちも貧乏人も関係ねえんだよこの枠は。花火投げる。昨日からっつうか、もう昨日からずっとこの調子で、もうなんか、お前は天才だとか、お前には才能がある、日本を救うのはお前だみたいなこと言ってて、で、困ったら俺に言え、俺は金持ちだとか言って、じゃあ今困ってるから花火投げてっつって、いやそれはちょっとみたいな感じで、あ、朝もうこの匿名1号っていうやつうぜえよなっていう悪口言ったの朝は。で、夜になったらまた出てきて、お前よって、金持ちかなんだか知んねえけど、お前アイテムで生活してんだからっつって、そしたら食ってかかってきたから、もう怒鳴り散らしてやったの。そう。10億円積んでから物申せっつって。ブロックは俺はしない、基本的に。ブロックはしないよ。ステアカさん、ハートありがとう。知ったこっちゃねえよ、ほんと。金持ちなのか貧乏人なのか、俺調べようがねえかんね。うるせえ、花火くれって話だよね。うるせえ、花火よこせだよ。まあいいや。何の話だっけ？あ、デニーズか。
デニーズね、うん、いやでもブラウニーサンデー美味しいんだけど、まあまあみんなに食べてって言えないからな。デニーズは全国にあると思ってたからな。でもデニーズってちょっと高いファミレスなんだけど、全然その1人2000円ぐらいのファミレスなんだけど美味しいよね。あのね、ちゃんとしたシェフを雇ってるから。ファミレスの最上級ランクが俺は、最上級でもないな、上級ちょい高いランキング。いや、がうるせえ、パフェを食いに行くんだよ。何気を紛らわせよ、その手には乗らねえかんな。ガトーショコラ。お、あそうだ、ガトーショコラ、そうだ、のんちゃんナイス。のんちゃんいいや、デニーズさんでいいや。そうだ、ガトーショコラ買ってたんだ、ありがとう。え、のりこ、これお前なんで、お前食べようとしたのか。してないよ。してない、食べる、のんちゃん。ちゃんと冷やしといたんだよ。ありがとう、のんちゃん半分食べる、うん、そうだ、今日はブラウニーさんでいらないガトーショコラを買ったんだ。クッキーアイス大好きなの俺、クッキーアイス。いやそうらしいよ、俺もデニーズデニーズデニーズって言ってたら、いやなんか知らんみたいな感じで、なんかよくわかんねえわみたいな雰囲気だったから、全国にあるでしょって言ったらないらしいよ。びっくりドンキーは最近広まったよね。なんかね、もともと北海道のローカルファミレスだったので、知ってる、北海道のやつってビクドン、ビクドンって言うんだよ俺びっくりしたよ、ビクドン行こうぜ、ビクドン、え、びっくりドンキーって北海道じゃなかったっけ。名古屋だっけ。いただきます、ガトーショコラ、こんばんは、こんばんは、ビクドンなんか言わないよ、ビクドンなんて言わねえや、言うか。ビクドンの、ビクドンとかね、おい、マクドナルドをね、マックをね、マクドっていうのもどうかと思うんだよね。いや、ビクドンって言うやついるよ、ビクドン。マクドはないわ、マックだよな、マックだよな、マクドはないよ。それだけどアメリカに行って、アメリカに行って一番衝撃を受けたのがびっくりしたの。やっぱ異文化コミュニケーションってあるじゃん。なんだと思う。アメリカに行って一番衝撃だったの。はじめまして。なんだと思う。俺が中学生の時アメリカにホームステイした時衝撃だったの。さあクイズです。ここで、さあここでクエスチョン。和道がホームステイした時に一番衝撃的だったカルチャーショックは何でしょう。ハンバーガーが大きい、いろんな、いろんなね、カルチャーショックがあるからね、ティーボーンステーキか、正解はマクドナルドの発音にびっくりしたマクドナルドの発音にびっくりした。すごい衝撃を受けた。ひまわりさん、風船ありがとう。それはそれは、中学生の時のスティーブンが言うマクドナルドの言い方にびっくりした。かっこよすぎて。すっごいかっこいい言い方なの。びっくりするよ。本場のマクドナルドは。もうマックとかマクドじゃないの。マクダウンナ、その、マクダウンナ。すっごいかっこよく言うのね。マクダウンナ。
あれにもう俺は心震えた。アメリカってでけえって思ったもん。やっぱアメリカはスケール違うわって思った。本当に。アメリカってこんなかっこいい国なんだって思ったもん。そう。でも確かに看板にはマック・クダーナーって書いてあるんだよ。だからマック・ダーナーが普通なの。それを藤田伝っていう人が日本に持ってきたんだけど、藤田伝はマック・ダーナーじゃ売れねえよっつって日本語用にマクドナルドに変えたの。だから藤田伝は天才なんだよ。日本人はこれマックダーナーじゃダメだよって。そう。だから藤田伝はすごいよ。そう。マクドーナー。マクドーナー。うん。だからさ、俺思ったんだけど、これ英語喋れるリスナーいる？ちょっと英語喋れるよ。日常会話ぐらいならとか。俺ペラペラだよっていう人いますか？ちょっと手挙げて。俺ね、一個ね、気づいたことがあるの。うん。ちょっと意見を聞いてほしいんだけど。いる？本当に喋れる？あ、英語喋れる？思ったんだけど、日本人は片言の英語逆にかっこよくない？俺ね、実はね、なんか変にネイティブっぽく喋れば喋るほどダサいような気がしてきて、カタカナ英語で堂々と喋ってる人の方がかっこいいってことに気づいたの。ひろゆきも英語喋れるけど、そんなに発音良くないし、草間彌生も、日本語っぽい英語なの。そう。なんか、トマベチヒデトも英語喋れるけど、日本語英語なんだよ。その方が堂々としててかっこよくない？なんか、巻き舌にしたりネイティブっぽくやってる、なんかよくライラみたいなやつの方が痛いよね。いや、草間彌生が英語のインタビューをカタカナ英語で、サンセットトゥギャザー、ベリーハッピーみたいなことを言ってたんだけど、通用してたの。アフタヌーンビューティフォーみたいな。そう、フィリピンとかもそうだし、世界中英語喋れるやつだって意外と片言じゃん。で、なんかあの草間彌生のあの目パチパチしながら、あのすげえ堂々と、サンセット、ビーチ、ビューティフォー、なんとかイヤーズゴーっていう感じがすげえかっこよくて。松山さんペラペラじゃん。松山さん住んでるから。まあただね、最低限通じるけど、もう日本語英語で英語極めてもかっこいいのかなとか思って。そう。要は、日本人恥ずかしいっていう思いから喋れないんじゃないのっていう。そう。伝えようと思ったら伝えられるんだよ。これだから実際アメリカ行った時に日本語で通ったの。なんでかって言ったら、俺がどうやって日本語で通したかっつったら、隣のやつに日本語と英語喋れるやつ見つけて、ねえ、こう言ってって言って、勝手にタダで通訳させてたの。わかる？それでいいじゃん。まあ、俺が特殊な考え方かもしんないけど、ボディーランゲージで通じんだよ。そう。勝手に喋れるようになるだけでしょ。なんか俺はそういう方がいいんじゃねえかなみたいな。なんかもう日本人は英語下手だからぐらいの、もう割り切ってやってこうよみたいな。な、変にカッコつけるのやめないみたいな。はい、こんばんは。あお、風船ありがとう。まあ。
そう。そう、そう、それが言いたかったのやばそう。そう。要は、俺できる予感がダサいっていう。わかる？別に発音うまいのはいいんだけど、あの、どやったりするじゃん。顔が。顔が、腹立つじゃん。そうじゃなくて、さらっと、つって、うまいねっていう方がかっこいいっていうか、デリシャスって。デリシャスって。グッと。This ice is delicious って言った方が、多分向こうも、なんか、その、愛着が湧かない？その、なんかこう、お前なんか片言で面白いやつだな、みたいな。だからボビー・オロゴンみたいな感じで、全員が。だからボビー・オロゴンはあの喋り方の日本語で受け入れられてるわけじゃん。でしょ？大体さ、なんだろう、大体覚えとけ、いい英語なんか。大体水くださいとトイレどこですかの2つあればなんとかなるでしょ。海外に行ってこの2つさえマスターしときゃ俺大丈夫だと思うよ。水くださいと、わらプリーズと、ウェアトイレットだよ。この二つでなんとか乗り切る自信あるよ、俺。水飲んで、ね、トイレが困らなかったらなんとかなるか。だろ？ただ、俺は腹立つのが、若干腹立つのが、東京で道を聞いてくる外人が英語で聞いてくるのはどうかと思う。俺若干腹立ってるよ。俺よく道聞かれるんだよ。で俺よく答えるんだけど、英語で、英語話せますよねっていう前提で来るじゃん。な？だから俺、駅？次の駅？俺は曲げないの。そこで、駅って、どこ行きたいのって、日本語で返すの。俺は日本語で返すよ。でもね、大体そういう時ね、通じなくて、ん？みたいなリアクションが、のんちゃんがぴょこぴょこぴょこってきて、英語をね、なんかちょろちょろって話して、あっちだよって、のんちゃんが助けてくれる。あ、レストルームか、英語では。勇気っていうか、その、日本人が異常な恥を嫌う文化だから、もう恥かいてなんぼじゃんっていうぐらい強くならないといけないと思う。日本人はもっと恥かいていいから、なんか恥をかくことが、恥そのものっていう、恥って言葉が良くない。日本人の最も悪いとこは恥っていう文化だよ。トライしないから。恥ずかしいって考え方なくす。